いどうもアニマルバテモトでございます。90センチ水槽です。おーっとこいつ何だっけ、アンジェリカス帽子だったっけ。ワンパクなんですよね。これとね、エチオピア、じゃあパキスタンローチ、なんでエチオピア言うのやろ俺。パキスタンローチでいつもエチオピアって言ってしまうな。なんでやろう、なんでかな、わかりませんけどね。あの2匹入れたんですけど、なんかね、あの60センチのいっぱい小魚入ってる水槽の時はね、そんなでもなかったんですけど、2匹に続くとすんごい追いかけ回しててね、楽しいのか大変なのか分かんなくなっちゃって、見てたらね、その2匹がね、2匹がそれを楽しんでいるのか、はたまた片方が大変なのか、ちょっと分からずに別個にして今1匹だけ、はい、ここに入ってます。で、左の方に来ました。リオ、リオです、はい。ちなみに、私、仲良くさせていただいている方の娘さんがリオちゃんです。好きな AV 女優もリオです、はい、買いました。でですね、またもや上畑リオプラス、今回リオ1000プラス1400にしました。前1100やったかな、プラス1400。90センチから120センチ水槽に最適だからね。90センチから120センチってめっちゃ幅広いんですよ。2000何本も90センチから120センチ書いてあるんですね。リオプラス1400、はい、なかなかのパワフル、全開で回します。でね、奥の方に出口が2つあるんですけどね、1個だけだとね、追っつかずにね、フィルターの上の方まで上がってくるんですよ、水がどんだけ勢いあるねんってね、そういうことかと。2つ穴開いてるってことはね、1個の穴では出しきれねえと、いうことで多分あれ2つついてたんだなと。最初にここでね、片方塞いでやろうかなと思って、そんなことじゃ大変なことになってましたね。デブがお風呂に入った時のようにね、溢れてましたね。で、2つもうね、このね、加工してね、また取り付ける動画をね、作ろうかなと思ったんですけど、無理。もうね、とりあえずもう今日パイプ買いに行ってないし、あるものでもう汚くなってるの、汚いなってるんですけど、もうあるものっていうか、まあね、あったパイプ、大半が、あれですけどね、バイオフィルター、底面フィルターのね、パイプ使ってやったんですけど、まあなんとかなりました。炙って、広げて、押し込んで、ねじ込んでみたいにしてたらね、なんとかなりましたわ。なんとかなりました。はい。でですね、もう一匹向こうの方でちょこちょこ泳いでいるブラントノーズガーもね、だいぶ大きくなりましたね、これ。最初だいぶ太々として大きくなりました。この人ね、ほんとね、メダカしか食わないんですよね、最近。クリルとかやってもあんま食ってくれないんですよ。もうこいつだけじゃないんですけどね、古代魚たち。食ってくれない。もう一番ひどいのはスネークヘッド。60センチのスリム水槽入ってた時は、全然、食べてくれたんですよ。人工餌も。今もうね、クリルすら食べない。もうクリルは喜んで食ってたのに、クリルすら今食わないんですよ。食うとすれば、鶏肉か、生きたメダカ。メダカか金魚。どうしようかなみたいな。他のやつらもね、唯一、セミプラチナのセネガルスと最近買った、デルヘジだけは人工餌まだ食ってます。ただ大きくなったデルヘジ食わない。で、今日の時点で昨日買ったオルナピンニスもまだ餌食ってないですね。ずっと隠れたまんま、あのままもう
隠れたまま決め込むようやったら、まず別の水槽で大きくなるまで育てようかなと。今日なんてね、あそこ入ってましたからね、フィッシュレットの中入ってましたからね、朝見たらフィッシュレットの中で生活してましたからね。オルナとピンギス、これからどの魚よりも一番大きくなるやなろうとしよう しようとねなろうとしようじゃないよなろうとねしてるやつがね、フィッシュレットの中で生活してたから驚きましたね。まあまだまだちっちゃいんでね、まあ追いかけ回されたのかどうしたのかちょっと分かりませんけども、うん、まあそちらの方も状況によってはこっちに入れてもいいかなと思うんですけどね、この90センチの方に。ただこのアンジェリカス帽子がもうわんぱく追いかけ回す、わんぱくすぎてね、追いかけ回すからもうそっちの方がストレスかなと思って今、で一つちょっと考えてるのはですね、ローチたち、このアンジェリカス帽子と、パキスタンローチ、はい、里親に出そうかなと里親に出してもいいかなと、当初はやっぱね、残飯処理として買ってたんですよ、底物のした餌をね、最後よく食べるからね。いやだけどどこに入れても荒くれる、古代魚水槽にも入れてたけど、でっかいポリプテルスの体をねチク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 死にたりとかね、セネガルスの尻尾チコ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 死にたりする、こっちに持ってきたこっちに持ってきたでね、2人で追いかけ回し合う、もうね、大変、ほんと大変だ、どうしようかなと今悩んでるんですけども、一応いいよ引き取ってあげるよって言ってくれる方がいたんで、もしかしたら1匹だけでも売買する可能性ありますね。まあまあだけど2匹で売買かな、まあ、ちょっと分かりません。ちょっとこのアンジェリカスの帽子は結構気に入ってんやけど、他と混入させにくいっていうのはちょっとね困っちゃってて、そんな感じですね。食べるかな、プラントノーズがメダカ食うかな。今日ね一応この、まあ、定点カメラになってますけどね、今日は定点カメラでやってますけど、いろいろ他映せよって感じかもしれませんけど、もうねフィルターにわんさかねカキ殻入れ、カキ殻とウールマットとロザイ入れました、はい、いっぱい入るね、やっぱこれぐらいのサイズだと、でカキ殻入れたんで洗ってから入れたんですけど、すんげえ濁りました、まあ、だけどもう綺麗になったんでね、それもあってちょっと撮影ねしてなかったっていうか、怒られたら嫌やっていうのを待ってました、綺麗なんで。あとまあちょっとこの90センチ水槽落ち着いたとこなのに、もうかよっていう話なんですけども、今度の月曜日に私またちょっと見に行ってきますわ、とあるものを見に行ってきます、はい、まあ、それはとあるものが、とあることになれば、動画にしたいと思います。というわけで今日はこんな感じです、すいません、なんてない、フィルターじゃない、フィルターコーダーとかね、水中ポンプ、はい、リオプラス1400、今回大きくまず一段大きいの買いました。そして、こんな感じですよという虫いるわ、なんかやっぱ魚飼ってるとこういう小映え的なちっちゃい虫出てくるよね、どっから現れてんやろ、フィルターとかで生活してんのかな、いつらよく小映えが飛んでんだよな、ほんと、はい、まあというわけで、まあこんな感じで動画ですけども、すいません、というわけでアニマルパテモトでございました。うわ、ブラントノーズがちょっと慣れてきたな、最初ちょっとなんかどこに自分 の立ち位置分かっておらへんかったけど、ようやくちょっと分かってきたっぽいね、はい、アニマルパテモトでございました。アニマル